何すんの今日。でももう見れば大体わかるでしょ。いや大体わかんないよ。ちょっとこれ前に置いた瞬間からつかさね。意味がわからないでしょ。でこれ置いた瞬間にもこれパッと置いたらつかさね。はい、じゃあ大体わかってもらえましたかね。大体わかりました。だってライダー決まった時にじゃあ大体わかったってセリフがなんか口癖みたいなの書いてあって、大体分かったって普通に言うじゃんみたいな。なんかバラエティ番組とかでさ、なんか言うときにちょっとノッキング起こすよね、なんかね。大あ、分かりますみたいな、うん、ちょっとうってなるよね。今日はもうフリー代で分かった。言いたい放題、食べ放題みたいな。食べ放題みたいな。ふざけてんな、これ。今日、銀河園のチャンネルじゃん、うんうん、今この、ここの場所はさ、うん、銀河園の世界なわけでしょ。ね、こういうパスが飛んでった今日。したら何か言うことあるわけ。ここが銀河園の世界か。ね、俺見て言わないけど。ね、一応さ、こっち見て言ってくんだよ。何今日、あ、なんとなく今日の趣旨分かってきたわ、これ。何これ、誰が考えたのこれ。俺。じゃあだって前回いろいろ喋っちゃったじゃない。何かだから次回予告で情報解禁になったでしょ、うん、その時に俺が本当は撮ろうと思ってた内容、うん、もうこう大体喋っちゃってんの。知らないよ。スケジュール合わなかったじゃん。いや、それあなたが忙しかったんでしょ。俺じゃねえ、俺無理だみたいな。何回そろそろ、そろそろ泣くよ、俺そろそろ泣くよ。うるうし。つかさだよ、つかさ。つかさ、つかさだから。つかさ。つかさとしてやってるから、こっち。あ、そうそうそう。うん。つかさとして今、喋ってたから。うん、ね。これが俗に言う説教タイムってやつ。え、何これ今、うまく乗せられたやつなんだ。うん。こっちの敷いてた罠に引っかかった。こいつふざけてんの、マジで。でございますね。よくさ、いやよく集めたよね。ちょっと待って、ね、何この流れは。説教したじゃん、うん、したらその後大体すること分かってるでしょ。せーの、大体分かった。しかもさ、このカードもさ、質がいいんだもん。これ、ね、うん、コンプリートセレクションのカードの質がね、うん、いい。ちょっと入れて出したな。ちょっと入れて出さないで。こら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 。俺だって別に敵も現れないし、敵やって。うん、いい。敵、うん、はい、グロンギ。ひょっこり顔出して、うん、カメラに向かって、うん、言ったら、その抜けた時にじゃ変身するよ。ゴマシザディケイド、もっとかぶるぐらい。ギジャーバビーゴギングズジャズザダダバダダゴグレダクーガー。本番よーい、はい、ゴマシザディケイド変身。ここで変身するんだ。なにこれ、なにこれ。え、これみんなさ、こうやって遊ぶの。なんとかかんとかで、なんとかかんとかで、なんとかかんとかだ。
し何この遊び方ほらグロンギちょ待ってグロンギグロンギグロンギカミノギバジンガン、第9話監督やってるでしょ、うん、でもし自分が監督として仮面ライダーを撮るんだったら、うん、ジローじゃなくてもいいよ、何でもいいよ。じゃなくてもいい。例えばじゃあディケイドスピンオフでもいいし。ああ。うん、そうそうそう。でも自分が仮面ライダー撮るならでしょ。うん。いやでもね、それはね、撮れないって。仮面ライダーをずっと撮ってきた歴史があって、うん、で、その笠置監督じゃないと見せれないものとかが、うん、やっぱ映像にも現れるし、うん、じゃやっぱり司としては入れるけど。監督はできないから。ああ、なるほど。本当に。やっぱその監督が作った世界を自分が演じる。うん。うん、ことが最高のパフォーマンスだ。やっぱだから今回ガロも、うん、あの神の牙も、もし雨宮監督がじゃあパイロットで撮ってたら俺多分できる、うん。でも今回はまあ新しいまあそのことやろうぜっつってみんなでこうやってるから、うん、だからまあじゃあ。いいかなと思ったけど、うんうん、どうせね俺が撮ったらね全部ブレるからダメだよちょっとねメイキングで撮ってみたいねなんか監督カードやつかさっつって、うん、こう全部ブレてる全部ブレてる全部全部そうそう全部面白い面白い全部ブレてるちょっとでも、まあ、今の仮面ライダーが盛り上がればいいなと思ってまあ久々ねそのまあ、出させていただけるのは僕のその思い出の強い作品だったからめちゃくちゃ嬉しかったし、まあ、声をかけてくれたプロデューサーだったりとかその監督もねその当時の監督さんだったりとかして、まあ、すごい嬉しかったですこれ現場で何て言われたか知ってますか名刺じゃあお弁当箱お弁当箱取ってみたいなはいこれお弁当他の変なあだ名はない変なあだ名うんそれを3回あディエンドのスーツのことを、うんまあ、エスカレーターか空気清浄機って言ってたなんかレディースバッグかなんか乗ってたのいやあれさメンズならちょっと欲しかったかわあ、プレゼントしようかいいよね高いんです10万ぐらいえ、誕生日いつだっけ誕生日あさってウィキペディア見るよ俺今日3月18日だと思ってたガロの舞台ね、いつから1月5日から公演ですよねそうです ねあなた今1月5日から1月14日まで天王洲銀河劇場にて公演でしょねあなた今それの稽古してますよねはいね、うん、3月じゃねえよなもう自分から使いましたここがどこの世界か、ね、ちょっと時間とかもねこっちゃになっちゃうんだよね電車乗ったりとかして過去の自分とか未来の自分とか行ったり兜になっててハイパー兜になってハイパークロックアップして時間飛び越えたりとかしてるとちょっと分かんなくなっちゃうんだよねそういうことだよこれ置いたら人の言うことを聞かない変なやつに入れるんでしょそう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 でしょうんうで別に許されるんでしょうんあとお年玉いくらもらえるかって思いましたあげんのお年玉くれないの年上じゃん年上うんクリスマスとお年玉、うん、なんでクリスマスプレゼントとお年玉あげないなんでそういうイベントごととかをちゃんと大切にしない男なのそれサプライズ精神がベルト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 ノリノリだよこの男、はい、あのねサプライズ精神が大事だよわかる、うん、そのねイベントを大事にするのが男としてちゃんと、うん、ねきちんとしてるんだ、うん、そうちゃんとしてるよねうんしてるししてるよね、うん、ってことはクリスマスプレゼントも落としたのもくれるよね、うん、もちろんありがとうありがとう
ってことは僕の後輩はジュンさんの後輩だし、じゃあやっぱり大輔に対してももちろんあげるよね。おめえジンガだろ。エンターテイメント集団銀河園が送るガロシリーズ最新作、神の木はジンガ、舞台化エアリアル、アクションダンス、プロジェクションマッピング、すべてのエンターテイメントをここに。ライブエンターテイメント神の木は神が転生。